小川未明作「亡くなった人形」冬でありましたけれどその日は風もなく穏やかで日の光が暖かに角口に当たっていましたのでおみよは 学校から帰りますと、ご座を敷いて、その上で、人形やおもちゃなどを出してきて遊んでいました。少し前まで、近所のお友達が来て、一緒に遊んでいたのですが、お友達は、ちょっと用ができて、家へ行ったので、後には全く、 おみ一人と,となったのでしたけれども彼女は少しも寂しいとは思いませんかわいい人形がそばにありますからそれを抱いたり下に座らせたりまたそれに物を言ったりおもちゃのお膳や茶わんや皿などに こしらえたごちそうを入れて、備えてやったりしていますと、決して寂しくも何ともなかったのであります。その人形は、今年の春、田舎からおじさんが出てこられたときに、おじさんと一緒に町へ行って買ってもらった、好きな、 たいにししている人形でありました「日はだんだん西の方へまわりましたけれどまだそこにはあたたかな日が当たっていました」「さあ今度は何をおまえにこしらえてあげようかね」 とおみよは人形にむかってひとりごとをもらしたのです。そのときあちらのさびしいみちのほうからこちらにやってきたあわれなふうをした七つか八つになったくらいのこじきの女の子がありました。 どこへ行くのでしょうかふとこの家の前を通りかかりましたがこじきの子はおみよがいま人形にごちそうをこしらえてやろうとして菊の花やサザンカの花びらを小さな刃物で小さなまな板の上にのせて刻んでいるのを見て 思わず歩みを止めてしばらく我を忘れてじっと眺めていましたこじきの子はまだ生まれてから一度もそんな美しい人形やおもちゃ道具を手に持って遊んだことがなかったのですこじきの子は おみよの「な身の上をうらやみのをました。なんで自分もあの方のように生まれてこなかったのだろう」「自分はいつになったらあんなかわいらしい人形やおもちゃを持つことができるだろうと」と真におみよの身の上をうらやましく思って眺めていたのです。 子の子はいつしか自分というものをわすれてしまってそのかわいい人形のかおやすがたにみとれてしまったのですなんというかわいいかわいい人形だろうまああの人形はわたしのかおをみてわらっているのじゃないかしらん あれ本当に私の顔を見て笑っている。私はちょっとの間でいいから、お嬢さんにお願いして、あの人形を抱かしてもらおうかしらんほんのちょっとの間でいいから、あの可愛い人形を手に取って、よく顔を見たいものだ。ただ一度でいいから、 顔を見たいものだ「それでもう私はたくさんだから」「そう言ってお嬢さんにお願いしてみようかしらんと」とこじきの子は一人胸の内で思いらっていましたが「いやいやなんで?」 こんな汚い風をして、他の人々から普段、こじの子、こじの子、と呼ばれているものを、なんでこの矢のお嬢さんが、私に人形を抱かしてくださるものか、かえってそんなことを言って、嫌な顔をされるより、黙って、 こここうしててここで見ていた方がいい、たがと小さな胸で思い返しましたそしてこじきの子はいつまでも垣根のきわに立ってこちらを見ていたのですおみよは人形に何か別のごちそうをこしらえてやろうと思って 外へ青い墓色の変わった菊の花を探してこようと思って小座から立ち上がりますとそこの垣根のそばに哀れな古式の子がたたずんでこちらを見ていましたまだ年も行かないのにそしてこんな寒空なのに 身には汚れた薄い着物を着てどんなに寒かろうと思いましたおみよはこじきの子より二つ三つ年上であったのですこじきの子は今、お嬢さんがどこへか行かれて見えなくなったこの間にちょっと そのかわいい人形を抱いてみようと思って恐る恐る近づいて何の深い考えもなしに人形を手に取り上げてつくづく眺めますとそれはかわいい人形でありましたから私はいつもいつもお友達もなくて ただ一人で寂しくてならないの私と一緒に遊んでくれないのそして私の仲のよいお友達になってくれないのと言ってこじきの子は人形の顔をのぞきましたすると人形は やさしくほほえんで「私はお友達になってあげます」と言ったようにこじきの子には思われましたこじきの子は喜んでかわいい人形の方に接吻いたしました やがてそこへおみよは白い菊の花を摘んで帰ってきますともう垣根のそばにはこじきのこの影が見えませんでしたそして御座のところへ来てこれからごちそうをこしらえて人形にやろうと思いますと大事の大事の人形の姿が どこへ行ってしまったか見えなかったのですおみよは大騒ぎをしましたそしてどこへ行ったろうとあっちこっち探していますとそこへ近所のおばあさんが通りかかって何をそんなに探しているのかと聞きましたから 人形が見えなくなくったた。のだと言いました「あ,あそんならいまあちらへこじきのこがにんぎょうをだいてあたまをなでたりものをいったりしてむちゅうになっていったからそれじゃないか?」とおばあさんはおしえました。 おみよは自分もそれに相違ないと思いましたから急いでその後を追いましたけれどもはやその姿は見えなかったのでありますおみよはどうしてもその人形のことを忘れることができませんでしたそしてあの哀れなこじきの子を 恨めししく思いました。するとおみよはその晩不思議な夢を見たのであります何でもそこは川辺のような木の茂った間に板や竹を結びつけてその上を草やわらで拭いた哀れな小屋の中に 七つか八つになった女の子が隅の方にボロにくるまってあの人形を大切にしっかりと抱いて眠っていますと寒い寒い星の光が小屋の隙間を漏れて差し込んでいるのでありました目が覚めると おみよはそのこじきのこがかわいそうでなりませんでしたけれどまだかのじょは人形のことをおもいきることができませんでしたあくるひおみよはがっこうへいってせんせいにとうたのでありますせんせい どんな場合にでも物を盗むということは悪いことですか?」「物を盗むということは一番悪いことです」と先生は目を丸くして言いました「先生もし」 大切なものを盗まれたときはどうします？とおみよは聞きました。それは学校でですか？うちでですか？と先生は問い返しました。 うちでです。おまわりさんに届けて、その悪いことをしたやつを縛ってもらうんです。あなたは何か盗まれたんですか？大切な人形を盗まれました。人形を？ 誰が盗んだんですと先生はおみよの顔を見守りました「七つか八つになるこじきの女の子です」とおみよは答えました「こじきの子?」 と先生は言ってしばらく考えていましたがあなたはおまわりさんに言って縛ったほうがいいかまた堪んしてやったほうがいいかどちらがいいと思いますか?」と先生は今度は反対におみよに問い返しました。 私は堪忍してやった方がいいと思います」とおみよは遺産で言いました「あなたは人情のあるよい子だ」「そうですそうしておやんなさい」と先生は言っておみよの頭をなでました 不思議にもおみよはまたその晩同じような夢を見ました。哀れな小屋の中に七つか八つばかりのこじきの子がぼろにくるまってしっかりと人形を抱いて眠っているところへ寒い大空の星の光がさしこんでいるのでありました。